峰松さん。あ、どうぞ、おはようございます。はい、あ、どうぞ。まずは、体重チェックからします。どうぞ、おかけください。ちょっとケーブルテレビの取材で熊本さんが来られているのでよろしくお願いします。ありがとうございます。 2.98 キロ。はい、そんなにあるんだ。はい、ちょっとお顔見ててね。はい、めっちゃ可愛いですね。もう歯は生え変わっているので、うん、半年以上は完全に経ってますよね、うん、特に風邪の症状とかもないですかね。くしゃみしたりとか、目やりが出たりとかも。こっちにそうですね、女の子ですね。はい、はい、確認しましょうか。耳だにちゃう。そうですね、綺麗ですね。全然問題ないですね。調子にします。綺麗な顔ですね。美人さんですよね。そうなので、避妊手術はもうこの年齢であればいつでもできます。で、まあ、朝日連れてきてもらって、お預かりして、夕方にお返しするという半日入院みたいな感じになりますので、あとはまあ、一定といいますか、日にちを決めていただくということになるんですが、ちょっとあの予約がまあまあ入っているので、今だともう5月ぐらいの予定になります。で、後で予約、申し取ってもらってもいいし、わからなければ後でお電話で。いただけでも、でも大丈夫なので、はい、そうですね、やっぱり手術しておいた方が安心ですよね。はい、あと何か気になる点とかありますか？大丈夫ですか？ないんですけども、はい、猫も飼ったこともないし、飼ったこともなかったので。はい、今はキャットフードですかね、食べてるの。カリカリとウエットを混ぜて、あ、ウエットも混ぜて、食べないので。食べないですか？ウェットはやっぱり美味しいので、それを混ぜないと食べなくなる子は結構います。カリカリだけやったら、はい、初めカリカリだけをやってたんですけど、はい、食べなくなったんで、ちょっとでも混ぜながら揚げるのは全然問題はないですよね。はい、下手くそなのかな。いや、そんなことないと。体型的にもちょうどいいですしね、はい、問題ないと思いますね。この子は外に出たりはしないですよね。しないです、うん、そしたら、まあ、大丈夫ですけど、あとはですね、まあ、予防注射だったりとか、あと、飲みは大丈夫だと思うんですけど、フィラリアっていう病気があります。で、猫ちゃんも実はフィラリアの、感染は起こるんですね。で、ワンちゃんだけじゃなくて。なので、そういうのを5月の後半ぐらいからですね、まあ、首の後ろにつける薬などで予防していくので、もし、可能であれば、してあげるといいかなと思います。お家の中に行ってもどうしても蚊が入ってきたりもしますし、はい。で、フィラリアの場合ですね、猫ちゃんの場合は、犬みたいに、こう、なんか、血尿が出るとかですね、急に咳を出すとかですね、そういう症状はあんまりなくて、突然死したりとかっていう、ちょっと怖い病気なので、はい。予防しておいてあげた方が安心かなと思います。はい、まあ、5月ぐらいから7ヶ月間ぐらい、予防しておくといいかなと思いますね。なのでちょうどその、まあ、避妊手術をされるときからその時期ぐらいになるかなと思いますので、その時またご案内させてもらってもらってもいいかなと思いますね。しておいた方がいいのとかとかはありますか？はい、そうですね、まあ、あとはさっき言ったワクチンですかね。ワクチンも、まあ、お家の中にいれば他の猫ちゃんから感染することはないんですけども、子供の時に、そのウイルス、ヘルペスというウイルスをもらってしまっていると、例えば寒くなった時とか、なんかちょっと免疫が弱るような環境が変わった時とか、何かの時に症状が出てしまうことがあるんですね。で、まあ、
くしゃみをしたりとか鼻水出たりとか目に出たりとかっていう症状が出るんですけども、そういったものを、まあ、できるだけ抑えるためにワクチンを打てるっていう意味合いもありますし、あるいはまあないと思いますけど脱走しちゃったとかですね、はい、そういった時にやっぱり他の猫ちゃんからうつらないようにしておくっていうことも大事なので、はい、まあでもあの予防に関しては絶対しないといけない教育ではないので、はい、飼い主さんが必要であれば、あ、必要だと思われればしてあげるといいかなと思います。はい、あともう一点だけ付け加えるとすれば、この子外にいた子なんですかね。そうです、外で、はい、息子が拾ってきた。あ、そうなんですね、はい、そうするとあのちょっと可能性としてはそんなにないんですけど、白血病とかエイズっていう病気を持ってしまっていることがあります、うん、これも体の中に入ると、消えてくれなくて、消えることもあるんですけど、うん、まあ、持ってしまってる、いわゆるキャリアになってしまうこともあるので、はい、それは調べといた方がいいのかなと思います。これは血液検査で調べられますし、うん、今日でもできます。はい、調べていただけたら、はいはい、じゃあ今からちょっと採血して調べておきますね。はい、それですかね。はい、うん、まあ、すごい健康そうなので、それさえクリアであれば特に何も問題ないと思います。と横になりますね、コロンとなって、はい、ごめんよ。あまりいただいて、後ほど結果が出たらお呼びしますね。はい、中に戻ります。はい、はい、はい、後ほど。必ず、どんなおとなしい子でも、洗濯用のものでいいのでネットに入れて、その上でキャリーケースなどに入れて、連れてきてもらうのが一番いいと思います。やっぱり逃げ出してしまう子が多いので、はい、病院に来てやっぱり怖がってですね、逃走してしまわないようにしておいた方がいいですね。逃げたことあるんですか？ありますね。病院内で逃げちゃった子もたくさんいますし、中にはあの病院に入る前に逃げちゃって駐車場で逃げた、そうですね、そのまま行方不明になった子もいるので、すごく本当に悲劇です。そうですよね、はい、かわいそうですね。交通事故とかにね遭う可能性もありますから、は必ず、必ず、はい、入れてきてもらった方が、はい、どんなおとなしい子でも、はい、入れてきてもらった方がいいと思います。お願いします。はい、犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など、心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり、水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。猫ワンを応援しています。猫ワン、ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待って。
猫ワン。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。